ブランドロゴシュワルツコフプロフェッショナルは、ドイツに本社を置くヘンケルが展開する、プロフェッショナル専用頭髪化粧品ブランドである。またヘンケルジャパン株式会社の事業本部の一つであり、東京都品川区東品川に所在、大阪、名古屋、広島、福岡に営業支店と北海道に札幌出張所がある。1903年に、薬剤師のハンスシュワルツコフが、 ドイツで初めてのパウダーシャンプーを発売して以来100年以上の歴史を持つヘアコスメティックブランドドイツのみならず世界中の美容室で評価され数多くのトップヘアスタイリストに愛用されているという日本では1969年よりビジネスを展開その後1996年にドイツのヘンケル社が同じくドイツのヘキスト社より シュワルツコフの株式を完全に取得したことにより、ヘンケルグループの事業部となる。2005年には、ヘンケルグループが2001年に、日本で買収した、ヘアカラーメーカー、ヤマハツ産業のプロフェッショナルブランドである、サイオストアンを統合。他に2009年秋に発売した、グリーンブランドのエッセンシティがある。人の頭の形をした黒いシルエットのロゴマーク、ブラックヘッド。 ちなみにシュワルツコフとは、ドイツ語で黒い頭という意味。シュワルツイコール黒、コフイコール頭。1903年、創業者のハンス・シュワルツコフが、ドイツ発のパウダーシャンプーの成功を祝して商品に、記したもの。ベルリンの俳優ロルフ・ベルンハントをモデルにしている。翌年には、登録商標として、広告に使用され、 以後すべてのパッケージに表現されるようになった。ありがとうございます。